です。私チキノアがお似合いすぎて嫉妬してます。本当に付き合ってますか？付き合ってないです。人生で一番死にかけたことは2つあって、1個目は小さい時に流れるプールに行って、めっちゃ人がパンパンのプールってあるじゃないですか、もう本当に隙間がない、そういうプールに行ってたんですけど、ここがまあ水面だとするじゃん。そしたらもうもう本当に人がパンパンだから、浮き輪みたいになってて、流れるプールを上から見たらもう人がもうプワーっている状態なの、パーっている状態だからもう水が見えないのね、上から見たら水の部分が。浮き輪から下にスコンって落ちて溺れかけたんですよ。でこう水面上に出たくないのじゃん、上に出るじゃん、出たいじゃん、死ぬから水がこんなにあるって、死ぬから出たいのに、もう上見ると浮き輪がもう浮き輪と人がこういう風にいるわけ、もう隙間がないの、出れる隙間が、水をふって出れる隙間がないから、もう溺れるしかなくて死にかけたっていう話ですね。これマジで焦った、本当に死ぬと思った、でも生きてるから平気。あとは、自転車こいでて、私その事件があってから本当に自転車乗れないんですけど、中学校の時に自転車乗って、塾に行く時にこう自転車乗ってて、塾の教材とかって重いんですよ、めっちゃ。なんでそんなにいんのぐらいの、なんか意味わからん辞書とか分厚いなんか持ってかなきゃいけなくて、それをもうカゴパンパンに入れてたの。したらなんかカゴにさ、すっごい重い荷物入れるとさ、もうなんていうの、運転されちゃうじゃんカゴに。でその時にもうカーブをちょっとサボったわけ、もうなんかいいやってふいみたいな感じで行ったら、もうそのカゴがもうブーンってなって、自分もズーンってなって、もうボーン、そっからマジで自転車一回も乗ってない。自転車はもう今乗れないです。